バラです。チェロです。バルチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。今回はね、お知らせ。うん。お知らせ。来てましたね。はい。これかな。UR 武器と SSR 武器と。もしかして？違いますね。ゲームさん、もうゲームさん出ないんじゃないかな。出ないの？ここまで引っ張ってくると。そうかな。おそらく。だいたいセットで来てたけどね。まあまあそうね。そうね。まあでも今回はどうなんだろうね。うん、最後の最後に出るかもしれないけど、うん、ちょっと期待が薄いかなっていうところだね。あ、そっか。うん。で今回ねピックアップ対象となってるのが、UR と SSR ですね。UR これなんて読むんだろうね。UR？ うん。鳳凰。うわあ、ちょっと字がぐじゅぐじゅなってちょっと。そうやね。鳳凰でしょうね。鳳凰爪牙。爪牙なんか言うよね。なんだろうね。バキ的な？バキは違う、刃じゃなかったっけ？あ、そうか。違ったっけな。爪。爪やね。爪牙ね。爪牙。はい、っていうのが、まあ登場しますと。で、天井が150回。うん。まあ、これもう今後デフォルトになっていくのかな。優しいのかな。まあまあ50連分下がってるから優しいっちゃ優しいよね。そうね。うん。で、まあ、前回あの水の武器もあったと思うけど、うん、あれと同じチェインナンバーは3と。で、火属性の暗記ですね。うん、で、敵単体に威力216で攻撃し、自身に 100% の確率で仏光バフ1を一定時間付与すると。うん。仏光ですね。ですね。うん。まあ、心眼っていうところがね、まあ、前回の水と同じで、うん、ちょっと欲しいなっていうところではあるけど、まあ、ちょっと物理によってるんでね、うん、ちょっと魔法メインの僕らからすると、どうなんかなって感じやね。まあ、心眼っていうだけでもうちょっと欲しいけど、うん、ただその何十連もして追うかっていうとちょっとかなって感じはする。あ、そうですか。うん、まあ俺も石もほぼないからさ。そうね。まあ20連分あるけど、うん、まあ、10連かな今回は。10連？うん、ごめんなさい。あ、そうですか。今回はまあ動画を配信していなかったとしたら多分引かないかな、うん、あ、そうなんだ。うん、引く引かないってあるじゃん。うん、今回は残念ながらない。うん、まあ、10回に1回あるかないかの引かないっていう今モチベーションかな。チロさんなんかいつも物理になると消極的だよね。そう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 、ごめんね、苦手なの物理が。まあ私が引きましょう。なあ、そうだね、うん。まあ、ただね今回ねこう SSR シャボン杖アマビーちゃん、あ、可愛いんじゃない？うん、まあおそらく水かな。可愛いよね、絶対なんかマスコットついてそうだよね。うん、でこれね、敵単体に威力264で攻撃し、自身に仏光バフ2と魔光バフ2とフルチェイン威力増加バフ1を一定時間付与すると。うん、こっちの方が俺欲しい。あ、なんか万能感ありますね。そうそうそう、これのいいところっていうのが、うん、まあ、この一番上にも書いてるけど、大得意ボーナスの時の性能ですって書いてるから、うんうん、この杖じゃなくてね、うん、まあ、杖はさ、まあ、ここに書いてるけど、魔法アタッカーの、うん、まあ、得意武器だから、うん、まあ、俺ら結構魔法アタッカー使ってるから使ってる、ね、まあ、確実に、使い道あると思うんだけど、うん、じゃあこう仏光と魔光が両方つくから、うん、そこも俺結構惹かれてて、うん、っていうのがさ、俺が容姿で欲しいなって思ってるのが、まあ、2台とも物理なんですよね。あ、そうだったんですね。うん、なんで、まあ、そこら辺から考えると、まあ、いつか物理に転向しないといけないなっていう時に、うん、こう物理と魔法両方二刀流みたいな、うんうん、で4チェインナンバー4でしょ、うん、でバフがつくと、でフルチェインバフもつくと、うん、ってなった時に持っときたいなと。そうね、うん、あると便利よ。そう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 、ただこの大得意の時の、うん、まあ、表示ですってなってるから、この例えば大得意じゃない場合にこのバフが2からバフが1になるとかね、うん、
まあ、もしくはバフはそのままでこの一定時間付与するのこの一定時間がさ大得意だと増えるとか、うんうん、まあ、いろんなあのことがあるとは思うけど、まあ、実際その実装されてみないとさ、うん、本当にバフ2なのかっていうところはまあちょっと確認が必要ではあるんだけど、うん、まあ、UR と SSR 今回どっちが欲しいかって言われると俺は SSR よりかな気持ちは。あ、ってなった時に10連でこと足りるんじゃないかなと。わ、10連で出すつもりですか。 SSR だからね。ほう、まあ、来てくれるんじゃないかなと思うよ。 UR を10連で引くっていうのはちょっとおこがましいと思う。もうこれは呪われるレベルだと思うけど、う、ね、まあ、SSR だったら、まあ、いいんじゃないかなと。で、うんうん、しかもね、例えば、まあ、俺よくマミちゃん使うんだけどね、うん、マミちゃんの今4武器のこの水、これ SSR 使ってるんですよね。チャカシャカっていうやつ。あー、チャカシャカね、うん、これが、自身に魔法バフに置いて時間付与すると、うん、なんで、あのさっきのやつの方がこれにプラスフルチェインバフが1個つくから、うん、そっちの方が有能なんですよね。お得ですね。そうで、これスキルレベル30にしてるんだけど、うん、多分ね、あのスキルレベルも上げやすいんですよね、 SSR だから。あ、そっかそっか、うん、で考えると僕は今回 SSR が欲しいなっていう感じだね。だからまあ10連かな。そんなこと言われたら私もじゃあ10連でいいかな。いやいや、ポロさんはそういかんと。なんで？もう気持ちのまんまガチャシーンやけ。いや、でもなんかそう言われるとちょっと、いやいや、それはブレーキかかっちゃった、どうしよう。どうせ引き出しはかかんないって。だからまあこれはあくまで俺の見解だから、うん、まあ、実際にね実装してみてさ使ってみたらめっちゃいいじゃんってなるかもしれない。まあ使ってみないことにはね、うん、であの前回もさチェインナンバー3の水の UR まあいただけましたけどね、うん、実際今装備して使ってるけど、うん、じゃあこのチェインナンバー3のバフってどれだけ恩恵があるんかってなると結構難しくって、うん、でも結構あの3から4に合成しちゃうじゃん、うんうん、だから4として使うことが多いよね。あー、確かにね。3だけで使うことっていうのが、まあ、あんまりなくって、まあ、もちろんその等じゃなければ使うけど、うん、っていうことを考えると、まあ、どこでもかしこでも使えるわけではないから、うん、まあ、どうなんかな。だから心眼目当てで行くのはいいと思うけど、バフ目当てで行くのはちょっとどうなんかなって感じは、うん、あの前回の水の武器でねちょっと思った、うんうん、でいうのも考えるとこうチェインナンバー4のこの SSR が、うん、まあ、一番安牌かなって感じがする。なので僕は次回、まあ明日ですかね、10連だけと。ポルさんはその尺のためにもう20連30連40連。いや、尺のためにって生贄じゃないですか。それ私も SSR 狙いでいきますよ。あれ、なんかさっき違うじゃん。物理ですぐ芋引くよねみたいなこと言ってたからさ。芋を引かないポロさんにはちょっと頑張っていただきたいな。いや、なんか今回そういうこと言われたらちょっと。いやいや、これね、皆さん。これはいやいや、ね、俺のあくまで見解だから、ポロさんはポロさんの見解で貫けばいいと思うよ。ガチャがしたいっていう。性能なんてどうでもいい。ガチャがしたいのよっていう。そういう気持ちでね。性能も欲しいですけど、うん、じゃあ私はもう10連で2個いきましょう。いやいや、それはただの欲望の塊であってさ。気合いを入れてね。まあまあまあ、まあ、ポルさん何連するか任せるけど、うん、まあ、俺は10連かな今回は。10連で出なかったら、まあしゃあない。あ、諦めるんだ、うん、そんなめちゃくちゃ追うほどではないかなと思う。うん、この物理でもね、このブックオーバフ2が大得意じゃなくてもつくっていうんだったら、うん、ちょっと欲しいかなって思うけど、ただ実際今物理いないからさ、まあ、あの、うん、座敷わらしちゃんはいるけど、うんうん、っていうとこだね。まあ、座敷わらしちゃん今度ちょっと動画で紹介したいなと思うけど、うん、まあ、魔鋼バフでもブックオーバフに変換してくれるらしいからさ、そうね、うん、まあ、物理武器じゃなくてもと思いつつ、まあ、いろいろね、うんうん、考えてるんですよ。なるほどね、うん、はい、ということでね、引くか引かないかっていうと引くんですけど、動画を作ってなければ僕は引かないと。あ、っていう一応回答かな今回は。なるほど、うん、10連だけ引くという結果で、ね、そうやね、10連だけは引きますけどね。皆さんにおすすめするかっていうと、うん、どうなんかなって感じだね。まあ手持ちの武器の状態とかにもよるから。そうね、うん、
チャカシャカでこと足りるしな、チェインナンバー3かーみたいな感じかな、うん、俺はね。なるほど、うん、まあ、他のね YouTuber の方もね、うん、紹介してると思うんで、まあ、いろいろ見て総合的にね判断してもらえたらいいかなと思います、うん、そうですね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。